ユルゲン・マッフホは、オーストリア・ウィーン出身の同国代表サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。19歳の若さで、オーストリア3部のチームで、翌年には、オーストリア2部のクラブで、政 GK として活躍するなるなど、若い頃から GK としての才能を発揮。その後イングランドのスカウトに発掘され、2000年に23歳で、オーストリア2部から、 イングランドのサンダーランド AFCA 移籍。同クラブでの活躍が認められ、2003年には同リーグの強豪チェルシー FCA 移籍。リーグ準優勝などを経験するものの、度重なる負傷もあって、カルロクリチーニからポジションを奪うには至らず、さらにジョゼモーリーニョの監督就任と、ペトルチェフの加入に伴って、オーストリアブンデスリーガの SK ラピードウィーンに、レンタル移籍。 2005年には当時ドイツ分で3リーガに属していた名門 1FC カイザースラウテルン A 席。レギュラーとして活躍するもののクラブは2部に降格。クラブに残り1シーズンドイツ2部でプレーするものの一部復帰が予想外に難しいと判断し2007年夏にギリシャの競合エックアテメへ完全に一席。GK として UEFA カップ本大会グループリーグ。 寝室なども果たした。ありがとうございます。